屋のダメ恋図鑑、星2。この漫画はこじらせたダメなメス視点でダメなオスを面白おかしく描いた作品。作画家とても少女漫画しているし、主にメスがダメオスのジャッジをして断念する漫画なのでメインターゲットは人族のメスだと思われる。この漫画の慎み深い部分はダメオスの話が中心だがメインの3人のメスもかなりなダメメスであり、スタンド使いは惹かれ合うのように、ダメメスはダメオスを引きつけるという部分があんこに染み渡る力作。うちらはガチ引きこもりのおまんじゅうだからこの漫画に出てくるようなやべえ奴らとはエンカウントしないんだけど、この漫画に出てくるようなやべえオスがこの世に存在するのか?とかって思うと恐怖で震えが止まらないのぜ。人族ってマジで非生産的な生物なんだよね。例えば有名大学出身ってのを自慢したり従ったり、〇〇ちゃんあと3年若かったらよかったのにとか言うやたらマウンティング従る人族のオスは何がしたいのか意味不明なんだよね。見えない地雷ならまだしもどう考えても相手をネガティブにするような発言だと理解できないくらいトンマなのか、意味不明なのぜ。でそんなトンチキだって理解できるなら必要な会話や会合には出席しなければいいし発言もはい、いい以外の発言をしないように対策すればいいのにそれすらできない奴らなんだと思うんだよね。ぶっちゃけのんけはそこまで施設街を作りたいか?って話でその天才菌のコスパ重視の人族はそこまで巣貝作りには興味がないって生産的で合理的な選択してて、そうだよねって思うので、人族って不思議だね。